古くより伝わる仙台の大崎八幡、宮松粉砕の裸参り裸参りとは、さらしに草履など軽微なものを身につけ裸に近い、格好で神社などにお参りする年中行事のことである。現在はお参り先の多くが神社だが、かつてはお寺など神社以外の場所であったことも少なくない。岩手県市は町、市神社裸参り戦前裸参りと、裸祭りはよく混同され、 使われることが多いが、その境界線は、はっきりしていない。裸参りは12月中旬から1月中旬までの、年神様をお迎えする年中行事に関連し実施されている、伝統行事であることが多く、特に、宮城県では1月14日あたりに集中している。小正月に行われるドンと祭りや牛腰祭りの裸参り裸祭りは、東日本に多く、 夏祭りや秋祭りに裸祭りが行われるのは西日本と太平洋側の県に多いという地域的な住み分けが見られる。宮城県内では大崎八幡宮のドンと祭りで行われる裸参りが他地域にも広がった。裸参りは年代により地域により様々な呼び方で表現されてきた。 仙台天章酒造の裸参り -1941 括弧内に開催日を示す。仙台裸参りは、半世時代末期より前には始められていたと考えられる。仙台の酒蔵酒造りには、古くより南部当時が大きく関わってきた。岩手県において裸参りを継承してきた市和町青年団によると、この南部当時が地元で裸参りを行っていた。 この神事が当時として訪れた仙台の地で伝播され現在の仙台裸参りに至ったと言われている。また、仙台裸参りは全国で初めて大崎八幡宮が松粉砕と裸参りを1月14日に行ったことから広く喧嘩に広まったとされる。そのため、宮城県下に限っては裸参りに実施日は1月14日に集中している。 A.B. ドンと祭りの歴史と民族、大崎八幡宮、大崎八幡宮の松粉砕と裸参り、仙台市教育委員会、河北新報社、河北新報、ありがとうございます。